にちは、スマートショップイコマです。今日はイコマの部屋24ということで、今日はちょっと変わった感じでお送りしてまいりたいと思います。ちょっと立ち寄り寄り道をしながらある場所へ今日は行ってきたいと思います。では早速出発します。まずですね、一つ目がこちらです。スマートショップの入り口にあるんですけど、これですね、冬春モデルコーナー。とりあえず今はドコモさんの冬春モデルの木を展示してるんですけど、解説も一緒に展示してるので、よかったら触りに来てください。ちなみにこれは私が頑張って作りました。はい、じゃ続いてはですね、こちらですね、どんどん新機種も増えるんですけど、今お店のスタッフの子が一生懸命アクセサリーを並べ替えてくれています。あれ、なんか新しいの入りましたね、今日。はい。なんか 4S のケースとかもかなり新しいの揃ってるんですけど、おすすめはどれですか？これ、可愛いのが入ってます。あ、本当だ！ちょっと後でゆっくり見させていただきたいと思います。こんな感じで並べ替えてくれています。こっちの側面にもですね、いっぱい、カメラワークすごい下手くそなんですけど、iPhone のケースがありますので、皆さん来てください。スマートショップこんな感じになっております。あとこっちにはですね、Android 系の、ケースの方もたくさん揃ってますので、ぜひぜひ来てください。あと Android だけじゃなくて、アクセサリー、Android じゃないや、ケースだけじゃなくてアクセサリーの方も結構揃えてますので、ぜひぜひ来てください。あとですね、こちらですね、本当にカメラワークが下手くそなんですけど、店長が作ってくれました。イコモの部屋ポスターです。ゆるいスマートフォン女子番組、だいたい15時から放、ユーストリームで放送中、ポネット TV で検索をお願いします。その他もろもろ書いてありますので、はい、見に来ていただければ。見に来れない方もなかなかいると思うんで、ちょうど裏側にも貼ってありましたので、ラッキーです。解説します。イコマの部屋の公式 Twitter アカウントとか、載ってるんですけど、スマートフォン女子も、スマートフォン男子も、質問や面白ネタなどお気軽に、コメントをください。大体返信します。であとは、その下の黄色いとこは、毎週木曜日、大体、なんで大体って書いてるんですかね。大体15時から、ユーストリームのホネット TV にて、ゆるい感じで、放送中、温かい目で見守ってくださいね。ちょっと待ってください。すいません。ちょっと待ってください。ゲーナちゃん。お話しさせてもらっていい？すいません。はい。温かい目で見守ってくださいね。あと一つは、そうです。この青いところが見えないんですけど、岩オープン1周年、スマートショップのツインターアカウントですね。全然 QR コードなんですけど、一応口で言いますと、smart.shop.cof です。結構スマートショップのツイッターアカウントも面白いことをつぶやいてるんで、ぜひぜひ見てみてください。フォローもお願いします。で、今日はですね、問題ですね。イコモの部屋からお送りしてます、今。こちら初公開となります。動画では。じゃーん。じゃんじゃん、全然見えないですけど、こういう風にスマートショップの一角にこの部屋を作り上げてしまいました。すごいですよね。ちょっと全然見えないんですけど、石とかテーブルとかいろいろあるんですよ。で、なんでこれを作ったかっていうと、イコモの部屋リニューアルってことで、今この部屋でいろいろな方に協力していただいて、イコモの部屋リニューアル版を撮影しております。私も出来上がりがすごい楽しみなんですけど、そのうち、放送しますので、お楽しみにお待ちください。あとですね、あとは、最近イコマ部屋の、さっきも言ってたんですけど、ツイッターアカウントを作りまして、そこで私もいろいろたまーにつぶやいてるんですけど、こちらですね。こちらがイコマの部屋のツイッターアカウントになってます。イコマ914。これを検索してもらえれば、私のアカウントが出てくるので、よかったらというか、ぜひぜひフォローしてください。で、この部屋でやってほしいこととか、
この部屋を見てどうだったかとかアドバイスをいただけたらとっても嬉しいです。そうですね、あと面白いことはすごいですね、この部屋キティちゃんだらけなんですよ。私すごいキティちゃんが好きで、なんかキティちゃんの情報とかもあったら教えてください。で、今日は全然ためになることとかじゃなかったんですけど、スマートショップに来てみたいなと思ってもらえたらそれで OK です。じゃあまた来週。